スアウト、ちょっとずれています。これを取った比江島、さあここスピードを出た最初のプレー決めてきた。いやこういうね、こう流れに乗ってスピードでいくとですね、チームというのは勢いがつくんですよね、はい、しかも笛も吹かれました。この今の速攻です。ここを取ってから、まあ、しかもエンドファンになっています。しかも笛も吹かれました。この今の速攻です。ここを取ってから、まあ、しかもエンドファンになっています。そうですね、あの沈みは激しいですね。いい形で佐藤は走る格好になっています。さあ宇都宮いい入りのか、うん、こう下がった。最後はジョッシュ・スコットです。光るかがバウンスパス、逃げながらホテキロワットするんですよね、はい、マイケル・バッカル、リバウンドを取ってきました。比江島、渡辺、もう一回パス、ルーベが入っていった。これはボトルがこの速攻中央から走り込んできました。これはあの完全にディフェンスのミスですね、これは。はい、他の選手いろいろに、ここはいける、あれどうしたらいい、これですね、はい、ちょっと探したところ、そしてアレアです。振り込んできましたが、ね、最後はバスケット、いや今回アレア選手、今もこうダイブしてこう果敢に攻めていきましたよね、そうするとディフェンスのヘルプによりますから、ああいう風にオフェンスリバウンドつながるんですよね。なるほど、このこうスタートもですね、これアレア選手のこうスラッシャーというか、今度はランニングしながら、はい、タッコリは決めてきました。はい、そうですね、その中でアラヤが入って、ここ入り込んで、このペイントから最後は決めたジョシュ・スコット。昨日はね、スコットが逆に勝ってるシーンもありましたが、さすがです、ここで渡辺ひろなり、はい、さあ今日も接戦という中でゲームが進んでいます。おっと、これ振りた、今はヒーラーが行きました。2秒、1秒ですね、ここによく戻った。そしてこの比江島、1個使う比江島から、さあこれ遠藤、これは行きますよね、遠藤の3、はい、これゾーンしますかね、ゾーンですね、これまた。おっと、ここスリップ広瀬、はい、比江島からコーナーに田臥、田臥の2です。ここはしっかりまた今日も最初1投目で決めています、はい、で左手両方当ててきました。ジョッシュ・スコット、スコット対ハリウソン、スコット、さあここはスコットが中でここもちょっと止められています。ヒノ選手とイカリガ選手のそことは、あのお互い体強いんで、ビジョから入れた、ここでスコットが決めてきました。ホットに対してバカル、戻して比江島、比江島ドリブからも入った、あうまい、前に込んでうまく決めてきました。ここはさすがです。エンドラメ入れて、これ以上ちょっとファールを増やしたくないですね。そうですね、はい、エンドラメベースラインまで、おっと、わかる、取れず、指がね、指をちょっとね、ちょっと今指が痛かったかな、はい、逆に速攻持ってきました。比江島、比江島と広瀬、比江島スクリーン、比江島、ハレーソンの脇から入ってきました。ただこれ比江島選手これだけやってると、やはり疲労が溜まってくるんで、はい、そこだけはちょっと心配ですね。エンドロスリー、ここで突き放します。集中してるんでしょうね、これは。前半 38.5%、 今 47% ぐらい。ここで比江島が今日はしっかりまたスリーやり返した。一旦ボールはどうか、外側に送る、フィーラー、あと2秒で決めてきました、チェイス・フィーラー。この点数は大きいですね、はい、フィーラー今日6点目になりました。渡辺ひろのり、渡辺龍之介がつきます。渡辺ひろのり、あと3秒です。ここで入って決めた、渡辺ひろのり。今のはちょっと不運でしたね、渡辺選手滑ってしまいましたから、はい、ワンポジションでもう完全にディフェンスしたいですね、
入った、比江島です。これは周りのフィア、あと30秒です、このクォーター。渡辺広典決めた、ですね、本当にこれでその10点差広げていきました。2つ目は決まりません。そのまま取って持っていきます、フィーラーです。フィーラー、ただ取って決めた、フォーク。いやもうフィーラー選手は攻めていった、フィーラー運ぶ、うまくかわした、そしてこれでスリーを狙います、フィーラー決めてきました。まあ、今季ここまで確率はそこまで高くはなかったこのフィーラーのスリーですが、ただ人はねいつも逆にその渋谷のオフェンスが良くないですよね、起点が何もなくてですね、こうあもう攻めてる感じがするんで、今起点はやっぱり当然比江島選手がいてですね、渡辺選手がいて、まあ、西野選手なんですよね、やっぱり、はい、ここらしたブラックスポット止められないですね、ビッグラインナップが。西野選手をこう長い時間使わなきゃいけないっていうところで、セーブがワンピックですね、今のも。フィーラー決めてきました、またプッシュ、はい、おっと、これはすごいとこしました。ここで今オフィシャルタイムアウトです。そうですね、やっぱりこう今このシュート行った後ですね、竹内選手がポジション取ってるんですよ、はい、だからこういう風にリバウンドいけるんですよね。アルガです、エンドホテルからまたエンド、ここ中外を出して最後このリズムはいいですね、まあこうインサイド入れて返してリポストっていうんですけどね、もうすぐポストアップすると、このリポスト通りのパスですね、今のはね、はい、もうこの深いの関係で最後この得意のフック、まだちょっとオフェンスの形をもう一回見てみたいですね、はい、宇都宮です、荒谷です、2本目ですね、もう2本目のスリーポイント決まりました、はい、フィーラースピンボール、パスタ竹内、素晴らしいですね、いやなんかもう全てが動きが出てきましたね、そうですね、本当にいろんなことが今日起こったゲームでしたね、3クォーター4クォーターでドラマがありましたね、お互いのチームですね、96対74、今日は大差をつけて宇都宮ブレックスが勝ちました。この連戦は1勝1敗ということになりました。宇都宮はこれでまた五分に戻して4勝4敗渋谷は5勝3敗となって、渋谷に関して言うとまた今日も2戦目を落としてこれで3節連続で2試合目は落としてしまってという格好になりました。宇都宮が今日はいいバスケットを見せました。3クォーター以降一気に突き放しました。